令和新選組国会妨害で牛歩戦術1日に令和新選組が国会を妨害するため牛歩を行ってしまいましたそのうち1名は牛歩に失敗し投票できておりませんでしたが国会が妨害され政府の予算が整理しない場合被害を受けるのは国民でございますので 令和新選組などのおかしな野党の皆様には、これ以上ですね、国会を妨害しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。